中西元彦は、三重県出身の作曲、編曲家、アーティストの育成、プロデュースを行う。バークリー型の音楽理論から、様々なパーソナル理論、音律を研究する。作曲者、演奏者の個性を、最大限に活かす創作技法として、ジャズポピュラー理論に現代、音楽理論等々多種の音楽理論を融合させ、 また曲奏を最大限に表現するための音律構築や、さらに多次元の様々な科学的な側面から、作曲、編曲、インプロビゼーションのために2020年に新構築した、実践的ネオセオリーを提唱する。TVCM 音楽やアーティストへの楽曲提供を、はじめ、コンサートや舞台、ファッションショー等のプロデュースや演出も手掛け、デザイナー医師の子による、 ファッションショーの専属演出家も務める。アーティストのレッスン、クリニック、育成、プロデュースの他にもビジネスにおけるマーケティング戦略の指導も行っている。2020年、音楽を、はじめ様々な芸術を掘り下げ人間の感性とサイエンスの両面から捉えて創作をするラボラトリーを創設。HDTMM ハイディメンショナルテクスチャーミュージックメソッドとは、ジャズミュージックなどにおける新しいインプロバイズ、手法として、スーパーシンメトリーテクニックエレクトロンオービット、アプローチコンパウンドモードメタルペッジョ、インテグレーションダイエトニックスケールフィベノッチシークエンス、ダイフォーメーションスケールマルチ、レイヤードストラクチャーコードなど、科学的側面から応用したアプローチによる新しい、 タイプのミュージックメソッドである。また、現代物理学の量子論などを音楽の世界に応用する実践的音楽技法でもある。これにより、アーティストの個性が最大限に活かされる、コンテンポラリーインプロビゼーションアドリブ、ハーモニー構築などがよりスピーディーに行えるものとして、自身は推奨している。主な作品例として、調整や、 メロディー・ハーモニー・リズムを自由に紡ぎ、概念を超えた多層次元ポピュラー楽曲、エリア児等がある。大西幸子の育成、プロデュース高校の吹奏楽部で活動していた大西幸子の資質を見出し、ジャズ全般から、ジャズ理論に現代音楽、邦楽、ロック等、様々な要素を取り込んだ、コンテンポラリーセオリーや演奏表現を、 教育指導士、音楽の情緒性、知性、激しさを合わせ持つアーティストへと育てた。高校3年生から、連日のパフォーマンス指導、レッスンを重ねて、当時19歳の大西由紀子を、ジャズ界にプロデビューさせる。その後、川崎市武蔵小杉のタワー内、オフィス、ヤックスを拠点にして、音楽界、ファッション界、ブランドアンバサダースイーツ、 強速 DVD 出版 SNS の世界と、幅広く活動を展開させていった。2012年、アパレルブランド、ヌデン・ルード主催の PV 出演を機会に、当時の芸能界、ジャズ界には例を見ない、ピンクヘアーで奇抜なゆっこキャラクターを確立した。オリジナル商品のゆっこブランドとして、チョコレートやコウエルやコを展開し、恋のイメージキャラクターを務めさせると、 戦略的な総合プロデュースを行い、音楽界、ファッション界、タレントへと進出させた。結果、大西由紀子は、メディアの注目を得て、アメーブロのアクセスは1日40万アクセスに達し、ジャンルや年代を超えた多くのファンを集める。そして世界的、ジャズサックス奏者のエリック・マリエンサルへの架け橋を作る。こういった、様々な戦略的活動を経て、 ジャズ界から新しいムーブメントを起こし異例の速さで、ジャスページ人気投票サックス部門第1位へと導き、ジャンルの垣根を越えて、音楽、ファッションアイドル等、最色顕微なキャラクターを持つアーティストとして育て、世界への道を開いた。大西幸子への提供作品、ブルーズゴーラウンド、シークレットモード、大奥、グラビテーションなど、ありがとうございます。